よかった。一回目、今来た。みくよいお年ありがとう。りょうくん、はたありがとう。しょうちさん、よいお年ありがとう。なるにさん、よいお年を。ありがとう。やばい、あと、あと、ちょっとでさ。二千二十三、終わっちゃう感じせんなんだけど。全然せ実感がないよ。二千二十四になっちゃう。あ、お話会の決済。あと、本当にもう、二千二十三年きっかりで。 決済、締め切りなので59分まで、あと12分かな。お忘れなくです。もうみんなした大丈夫決済、決済、絶対お願いします。完売、今回1月20日、皆さんのおかげで4時間目も6時間目も完売できたので、決済、お忘れなくでよろしくお願いします。本当にありがとう。メール届いたちょっと結構、 長めのメールになったから読んでくださいじっくり <laughs> ちょっと長くなっちゃった今年の振り返りかなですね今年のあずみんのことを書きましたありがとうごめん待ってハートたくさんありがとうギフト読めなくてごめんハートありがとうねキラキラもありがとうよいお年をもたくさんありがとうみんな お蕎麦もありがとうね一緒にカウントダウン明日さんえありがとう3列目だった明日元旦公演だよ明日あの当日券もあるので研究生の昼公演当日券あるので元旦公演待ってます明日2024年一発目からみんなと過ごせるの嬉しい。 えっあ,ありがとう読んでくれて結構あのメールのみんなだからメール取ってくれてるみんなに結構素直な今年の安住の感情を書いてるので読んでくださいありがとうね今年も本当に本当にありがとうメールもたくさん読んでくれて毎日 20 2023年締め友達とこの間のワルキーハート型形キピ大画面デュアルであずみ浴びてきてる <laughs> 恥ずかしいそうなのありがとう <laughs> ありがとうえっワルキーハート型形キピえ大画面で見てくれたんですかめっちゃ嬉しいんですけどありがとう萌ちゃんありがとう嬉しい嬉しすぎるえタワー待ってええ庄司さん ゆく年くる年のゆくかな <laughs> ありがとう嬉しい待ってよありがとうありがとうございますお礼書くねありがとう庄司さん今年も本当にありがとねいっぱい会えてツアーもあったしねいっぱい前とてお話会もねたくさん来てくれてありがとう来年もいっぱい話したりステージを見に来てねたくさん笑顔が好きですありがとう ありがとね。お、配信最善で応援してる。配信最善で見てください。明日。こんばんは。ありがとう。ショールームから送られたはずの今年のまとめは読んだショールームから送られたは,はずのなんだそれ。ショールームアプリってこと えどこに遅れてきてるんだろうえどこに遅れてきてるんだろうえ読んでないかもちょっと読んでみよう今年のまとめってなんだろうコウジさん結婚してありがとうありがとうこんばんはありがとうね <laughs> 良いお年をもありがとうありがとうえ今年のまとめってなんだろう なんだろう今年のまとめえ調べてみたら出てくるかなショールームメール長すぎてびっくり。えごめん長いかも <laughs> 書いてたらめっちゃ長くなっちゃったメール読んでくださいちょっと長いけど受信ボックスにあるのえ見てみよう受信ボックス実家でくれればよかったねえそうなんよなんかねクレープの素みたいなクレープを簡単に作れるキットが あるらしくって、それ弟が買ってきててみんなでクレープ食べるって言って作ってくれましたクレープでもすき焼き食べた後だったからさすがにお腹いっぱいで <laughs> もう胃がもったりしてます今年越しそば食べれるかな食べれるかなって感じで食べれるかなって感じでまだ食べてないんですよねそばやばいやばいあとあとな8分で年を越しちゃうのに。 ちょまだ食べれてないんですよ年越しそば。もう食べたみんな。よっちゃん結婚してありがとう。ポルダグちゃん結婚してありがとう。ありがとう。お花火もハートも。年越しそばの意味。いや本当にそうなんよね。年越し。年明けそば。 年越したそば <laughs> 年越したそばになっちゃいそう今日ってまだメールえそうなんですよ今日はあの配信もねあのにに24時過ぎても配信できるみたいにメールも1時ぐらいまで送れるので配信終わった後もメール送る明けましておめでとうメール2024年一発目のメール送ります元旦子いくねありがとう待ってる ありがとねうあ、初詣行ってくるんだそっかいいね、初詣ああと七分だえでも久しぶりにね、実家帰ってきてすごい満喫実家、実家好き <laughs> 実家好き、大好きってなりました ねえ1時まで送れるの嬉しいああずみんちゃんのおかげでたくさんのおたくん友達出てきえ本ほんとえそれよかった嬉しいそう言ってもらえてよかったよかったありがとうねいっぱい会いに来てくれて今年会えて嬉しかった出会えてありがとうやっぱりねツアー通して新しくなんかこうあずみんのことを 好き気になったって言ってくださる方多いですねツアーすごく大きかったなと思います自分にとっても経験的にもねツアーの経験すごい大きかったのでツアーでの経験ありがとね今年もありがとう実家落ち着くパパ見ン追い出して走信してんの <laughs> 追い出してないよ追い出してないけどこれはお母さんの部屋でしてるでもパパはあのー、初詣なんか近くのなんかお寺みたいなところで2時ぐらいまでなんか見張り場みたいなんしてなきゃいけないらしく <laughs> 当番でだからもう出てる外に出てます追い出したわけじゃないけど家家から出てます今。 家にいない二時まで頑張ってくるってあったかい格好して出て行きましたねこんばんはそうツアーきっかけおいしいおいしいじゃない <laughs> ツアーきっかけが多いうんツアーね楽しかったねまたしたいですまたツアーみたいな感じで できたらいいなぁと思うし瀬戸,内瀬戸内もたくさん行きたいな2024年も瀬戸内行きたいいっぱいねツアーでたくさんえっ今年はなんか結構みんなにすごく会えた一年やっぱりツアー大きかったねツアーが8月がツアーとかだったからみんなにたくさん会えた一年だったなぁとも思うとってもとってもこんばんは、まあはい もしかしてああお蕎麦 <laughs> 待ってお姉ちゃんがお蕎麦持ってきてくれたんだけどこれどうしようえ持ってくれるのちょ待ってでもあっち行くあっち行く OK そうあ置いて, <laughs> 置いてこれ置いていいのあこっちも取ったらいい私が <laughs> お姉ちゃんが蕎麦持ってきてくれた ありがとう。ありがとう。ちょっと待って。<laughs> やばいあと3分で年越しちゃう <laughs> お姉ちゃんちょっと待ってよ。え、これ大丈夫あいい感じ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 。あと3分で年越すけど、年越しますま、年越しますよね、間違えた。そば食べますそば食べます。優しい。いつもバタバタ、確かに。 二千二十三、最後までバタバタ、いただきます。え、何かあった。あ、お水。<laughs> ありがとう。<laughs> あ、ありがとう。<laughs> ありがとう。<laughs> お水も,も、お盆も持ってきてくれました。<laughs> 優しい。あ、やばい、やばい。あと三分、あと三分、いただきます。

2023年最後のうまみんうまみんえ年越しジャンプしよう少しジャンプしないきゃあと2分鴨そばでした岡田家大好きな鴨そば <laughs> 激うまみんえおいしいおそば 忘れてないです大丈夫大丈夫忘れてないようんふっ、うん、えこれ食べきらなきゃいけないんだっけ私こいつがやばいやばいあとちょっとだ あとちょっとで20年んん、2024年ジャンプの用意をしたんこ盛りジャンプしますジャンプ待機

ありがとう明けおめハッピーニューイヤー明けましておめでとう2024年もよろしくお願いしますおめ <laughs> 明けおめありがとう年越しちゃったそば 今年もよろしくね。おめでとう、ハッピーニューイヤー。みんなと過ごす S.T. に入ってから二回目の年越しです。みんなと過ごすに二回目の年越し。秋目。うわあすごいなんだ？ええー、かわいい。今日も今年も好きだよ。 なんだこのタワーすごいタワーだよねえっ誰だろうあタワーじゃないのかえっタワーじゃなくってどういうギフトいいものえっギフトが読めないギフトが見えないよえっギフトが見れないバグっちゃった森森さんえ 待って、こっちに反映されないもりもりさんですかもりもりさん、ありがとうもりもりさんスクショしとくありがとうもりもりさん <laughs> ありがとうめっちゃ可愛い今年も好きです嬉しい今年もあずみん推しでお願いします <laughs> はい、ましましで嬉しいありがとうえなんで見れないんだろうバグかな あけおめーえ。ええいっぱいタワーじゃんえいっぱいタワーえすごい！すごい！待って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 。あ、ゆずきちさんえゆずきちさんもうたわ。ありがとうえ、違うかいや。もうゆずきちさんえ待って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 。 森森さんだっけすごいびっくり新年ギフトかな嬉しいありがとうございますもう一回あこれは違うのかパワーじゃなかったありがとうごめんのパパさんも あ今年も好きだよありがとうディアさん今年も好きだよありがとうゆずきっちさん今年も好きだよありがとうありがとうハートもありがとうゆうきさんもありがとうだるまさんもありがとう2024年はメ,メールにもねちょこっと書いたりこの前の配信でもお話ししたんですけどやっぱりまずは3月までに昇格が今の一番の目標ですで 昇格のどうやったら昇格できるかなんですけど今ニューウェブプロジェクトっていう活動をしていましてでその活動の中に昇格企画っていうのがあってそのニューウェブプロジェクトっていう YouTube チャンネルの登録者数が1万人達成したら2.5期研究生が正規メンバーに昇格できるのであのまだねニューウェブプロジェクトの YouTube チャンネル登録してないよって方は私のプロフィール欄から の URL から YouTube 飛べるので皆さんぜひよろしくお願いしますチャンネル登録皆さんのねそのチャンネル登録の一ポチッとでが集まって1万人達成できたら昇格できるので本当に皆さんチャンネル登録お願いしますまずは昇格ですね。今年は ありがとうケイさんも今年も好きでありがとうマーキロン今年も好きだよありがとう秋梅秋梅もありがとうハートもありがとうかなあと2024年は21歳になります1月20日ででその日はね当日本あれなんですよ直接お話し会がある日でみんなに会えるのでめちゃめちゃ楽しみまずわ2024年の一番の楽しみは誕生日かな誕生日が楽しみかな え、2 0 2十年、まずめちゃん会いに行くね。ありがとう。待ってる。会いに来てください。え、私も2024年ね、みんなにたくさん会える一年にできるように、私もいっぱい頑張るし、みんなにも会えるように、瀬戸内の方もたくさんステージまた回ったりできたらいいなと思うし、東京の方、関東、関西の方にもいっぱい行きたいです。ね。 1>, 1月もたくさん公演に出演させてもらうのでお話し会もあるし2020年一発目の1月からねみんなに多分たくさん会える1月になりそう2020年スタートからみんなにたくさん会えそうなので楽しみ僕隊も始まったばっかりだしねたくさん会いに来てください会いたいみんなにありがとう来週見に行くありがとうね待ってる <laughs> 待ってるよありがとうやあっという間に話しかいなりそういや本当にあっという間にお話しかいなりそ,そうだよね1月からの楽しみありがとうね待ってるね楽しみ私も早く1月になってほしいですもう1月なのか早く1月になってほしいってもう1月だ今日1月1日だ <laughs> 1> そっかん1月1日ですね1月にはなってます 2020年も放課後講座って放課後音楽祭かなありますよ放課後音楽祭はあります1月のね29日にある放課後音楽祭1月29日にありますねえたくさん会おう分かんなくなる全然1月の実感ないなんかもう早い早すぎて2023年終わるのも早いし 気が立つのが早いですよ本当に早いですね。ねあとやっぱり二十一歳になるのでね、二十一歳ってまだ自分もアイドルを始めてやっと五月で二年が経つんですよ。二年が経つから。 アイドル歴的にはまだ,まだ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 だしアイドル歴的にはまだまだなんですけど21歳っていう年齢もその普通に見たらまだまだ若い <laughs> まだまだ若いけどでもねやっぱりでもやっぱりうんアイドル的には10代。 でキラキラ輝いていることちと比べたらもう20代の年なので自分もそうなのでだから一日一日をね大切にというかなんかもっとがむしゃらになんかこう自分から自分からいろいろとなんだろうないろいろとなんかこう行動していって。 なんか結果もちゃんと残していきたいしもっと階段を一歩一歩早く駆け上がっていけれるように2024年は頑張りたいなってすごく思います。あずみん頑張るだから この二千二十四年もアサミンと一緒に歩いてくださったら嬉しいです <laughs>。あずめの応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年もいい一年にしましょう。一緒に、うん、一緒に一年にしよう。いっぱい会いたいしみんなにも。 た,くさん会えたらいいな今年も今年はいろんなどんなことがあるかな去年はねいろんなことがあったよだってう,うんうんすごいなんだこりゃ中吉えおみくじ引いてるパンダさんがえどれだろう待って 中だ全部中吉もしかしてこれ中吉しか出ないのかな <laughs> これ中しかか出なないのかなってぐらい全部中吉だったありがとう嬉しいおみくじ玉ありがとう嬉しいありがとうよろしくね今年も頑張るあに <laughs> そんなことない 私お,おみくじ引くの結構好きおみくじある,あるおみくじ初詣でおみくじ引いて今年は何吉が出るかなでもなんかいつだったかないつかの夏なんかね秋夏夏か秋ぐらいに。 おみくじ引いた時にあのなんかおみくじ引く前にあの願いながら引くんですよ何々についての,あの結果が出ますようにと思いながら引くからなんか例えば「ST48 のこと」って思いながら引いたら出てきた結果を ST48 についての結果と思って受け止めるんですよね。とか普通に あのプライベートとかもだしなんかお岡田あずみという人生のおみくじとかって思いながら引毎回弾いててで「ST48 についてのおみくじ」って思って「ーテートの今後の ST48 の私の活動はどうですか神様」って思いながら弾いた時のおみくじがキッチン末吉ぐらいででなんかなんかすごい。 たくさんかんなんか悩み考えてなんじゃかんじゃでみたいなで周りに流されることなく自分が信じてなんかみたいな自分を成長させていったら大吉みたいな,なんかそういう感じの内容だったんですよおみくじがね。でなんかすごくなんか自分自身と向き合ったらいいみたいな感じのおみくじ内容で。 その夏頃に引いたおみくじがあそうなんだなんかあるのかな今年って思ってて今2023年終えて下半期ぐらいうん終えてみて確かにな今思い返すとあの時おみくじ出たの確かになんかなんかおみくじ出てた感じのなんかわかるなって今も <laughs>、いろんなね本当に。 考える年年だったのでこのでこいろいろ本当に楽しいこともありつついろんな出来事が本当にあった一年だったなと思うツアーもだしなんかうんいろいろとなのでやっぱりおみくじねだから カツモデ行くので家族とカツモデで,で行ったおめくじでどんなこと書いてあるのかちょっと楽しみですねあゴンちゃんたまありがとう嬉しい <laughs> ありがとうゴンちゃん付けになってるたま <laughs> 違うのかないつもとありがとうありがとうハートもありがとうねゴージさん サガさん、センスありがとう。俺と一緒に人生、世界で一番愛してる、愛してる。よろしくお願いします。二三二十四。<laughs> ちょっと蕎麦だけ食べよ。年越しちゃった蕎麦 ょ、あれ「紅白歌合戦」見たみんなどうやって年末過ごしてた紅白歌合戦見ましたか赤組優勝してた見てた紅白 私絶対ね紅白見ないと年越せないんです <laughs> 絶対紅白見るんですよね紅白うん紅白しか見ないんですよねあの年末は絶対うんセラー服時感情ねえっアイドルもすごかったねすごかった紅白 いつかあのステージに立てれるぐらいのアイドルとでありグループでにみんなで STU で立ちたいですね「紅白」なかなか大きな夢ですけど。 さんのショーだっけこれこれ <laughs> このやつ <laughs> これはすごかった安知恵で新年最初の初始めだよ嬉、えー、しいありがとう ありがとう、新年最初、はずミ選んでくれて。ありがとう。ショーだ、え、ョーだ。え、ね、今年も嬉しく。ありがとう、今年も嬉しくね。ありがとう。うん。ミニバのやつ。すごいよね、アドさんね。すごかった、圧巻 やさびさんもすごいうんアイドルみーささんもすごかった、最後の鳥のすごかったです、やっぱりいいですね紅白歌わせえ、そば食べたじゃあ見えるかなお汁が、お汁が残ってるあ、こぼれそうじゃん、繁殖しましたお姉ちゃんが持ってきてくれたおそば、完食 お疲れ様でした。ねえ、<laughs> スクショタイムいや絶対い, <laughs> いらないいらない食べ終わったそば。ねえ、二千二十年も頑張ります。よし、じゃあ明日もあるので、そろそろ男女読もうかなー。 もうバンパンだよ私お腹が <laughs> お腹パンパンなんかさお,お母さんがねおせち料理作っおせち料理の準備もしててそれがね並んでるんですよお皿の上に多分明日詰めるおせち料理並んでてそれもねちょっとつまみ食いつまみ食いという名の味見をねしちゃったので <laughs> 味見たくさんしたんですよだからちょっとお腹パンパンですめっちゃ 割と食べてるんですだからちょっと一回走って家の中で一 <laughs> 回走ろうかなって思うちょっと明日でも明日しっかり動かなきゃいけないから元旦公園しっかり動けるようにうん明日の練習して寝たらちょうどいいぐらいかもしれないつまみにしちゃったあそう栗きんとえお母さんのね作ってくれる栗きんとんとねあのね黒豆が好きなんです めっちゃ美味しい栗ントんとクとマ豆大好き新年初日から頑張るねありがとうあ今年もよろしくねよろしくね明日も待ってるね待ってます待ってるね元旦公演元旦公演当日券もあるので当日券もあるのでよかったらぜひ当日来れそうって方は元旦だけど ぜひ来てください。待ってるね。じゃあ壇上を読みます。13位浩二さんありがとう。12位水美さんありがとう。11位花火さんありがとう。10位 k さんありがとう。キュディオさんありがとう。8位。マーキュルありがとう。7位くまでパパさん。ありがとう。 6位、ゆずきちさん、ありがとう。5位、ゴンちゃん、ありがとう。4位、上ェマンさん、ありがとう。3位、しょうじさん、ありがとう。2位、みゃおこうちゃん、ありがとう。そして1位はドゥルル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 。るるるるるるるバンまるまりさーんありがとう待って、これ、上ェマンさんもさ、タワー、くださったのかな待って、私ね、多分、今さっきさ、タワー、みんながタワーくださったタイミングで、携帯がすごいなんかバグっちゃって、 見れなかったタワーが多分ね読みきれなかった方が何人かいるんですけどウエマンさんもタワーかなぽいでもなんか並びがさなんかそんな気がするえっですよねやっぱりウエマンさんもタワーちょっと誕生スクショしとこタワーだよねだよね,えそうだよねあ 作ってタワーありがとうありがとうね。お礼待っててください。待っててねタワーも今日ありがとうございましたたくさんありがとう。あで今日はメール送れるのでメール送るから待っててください配信終わった後も。あクルタワーが行くあクルタワーどうやまさんだったんだ。ありがとう。じゃあ今年もよろしくお願いします。 2024年もよろしくお願いします <laughs> じゃあ2024年最初のねーネあずみんでせーのって言ったらねーネあずみんって言ってくださいいきますせーのなーにーありがとうございましたバイバーイ 明日元旦公演待ってます。ありがとねー。おやすみー。